皆さんこんにちは本日はご参加いただき誠にありがとうございます本イベントは参加企業の皆様に島根県での企業進出に興味を持っていただきたいという思いから企画されています本日は三部構成となっています第一部では実際の企業立地に関して第二部では島根県の女性人材についてそして第三部では 実際の補助金制度について各セッションさまざまな方にお話を伺ってまいります短い時間ではございますが島根県でのオフィス設置を少しでも身近にイメージしていただけますと幸いですこのライブラリーは島根県立大学の持ち物で世界遺産である岩見銀山の中に立地しています普段はオフィスやコワーキングスペースなどのシェアオフィスがあるため 多くの方が利用されていますご覧いただいている通り新しくとても綺麗なスペースとなっておりますこの場所から早速第一部をスタートさせていただきますまずは登壇者の方々ご紹介いたしますカジノヒロ大田市長です,よろ,いいすよろしくお願いします続きましてトレンダーズ株式会社代表取締役社長 黒川良香さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではカジの市長から自己紹介お願いできますか。はい、えー。大田市長を務めておりますカジの広和と申します。私はあの島根県庁に、えー、産業振興課長とかあるいは総務長を務めてまいりました今は大田市長になってから二期目七、えーはい、年目になっております。私は島根県の 産業振興課長時代にですね IHD 産業の振興に取り組んでまいりましたその後退職してから勤めました島根産業振興財団でも県内の産業支援に勤めてまいりましたで織田市長になってからですねやはり人口減少に悩んでいる小さな都市でございますので魅力的な雇用の場をいかに作るかえ特に若い方々のですね雇用の場を作ることが私の大きな使命だということで今勤めているところでございまますすよよろろししししくくおお願願いいいいたたます。 続きまして黒川さんお願いできますかはい、トレンドズ株式会社で代表取締役社長をしております黒川と申します本日はよろしくお願いいたします,お願いします トレンダーズという会社は2000年に創業した会社でございまして私は2006年にトレンダーズにジョインをいたしましたその後ですね2012年に当時の東証マザーズの方に上場を果たさせていただきまして現在は社員数が200名程度の規模になっております。 本社は東京都の恵比寿にございまして、仕事な事業の内容といたしましては、主に企業様の SNS を活用したマーケティングのご支援といったものを行っておりまますすはいいありがとうございますでは早速なんですけれども、梶野市長、ここ、大田市、どんなところなのか教えていただけますか。はい まあ特に東京の方にとってはですね島根県ってどこにあるのっていう、はい、<laughs> あの私もあの東京に行ったときにですね東京の方と話したときに東北の方ですかとかいろんな地理的な感覚がお分かりにならない方が多いんですがまあこの地図を見ていただきますようにえ西あの日本のですね日本列島の一番西側の方にまに山口県がい番,番端っこですけどもありますえ遠いようですけども実は出雲空港という空港がありますので、うん。 え一、ー、時間ちょっとで羽田空港から来ますので。あの、その、割と、東京から来てもですね、近いなあっていう感覚になろうかと思っています。え出雲空港は、えー、週五便、一日五便ありますし、大阪からもですね。えー 4便ぐらいいいいありまますすのので、まあ、本当に結構近いなとと思思っていただけるのかと思います出雲空港からは今1時間程度かかっておりますけれども、はい、まあ来年度には高速道路がつながりますのでやっぱり10分か1 0分ぐらい短縮されることになりますのであの比較的東京からも近く感じていただけると思いますが、まあ、先ほども少し,し申し上げましたけれども人口はです、ね、3万2千人程度のまあ小さな都市でございます。はい、えこれからその代わり、まあ 地図を見ていただきますよ日本海に面しておりまして三部というです、ね、あの国立公園もございますので海、山、川と自然豊富な地域になっておりますそして何といっても、まあ、この地、こうう今放、放送をここ配信しております世界遺産石見銀山遺跡それから日本遺産も石、ね、見の火山が伝える悠久の歴史とここには映っていませんけども実は石見神楽というです、ね、あの神楽も日本遺産になっております。 そして、まあ、国の点検記念物もです、ね、5つぐらいあるという、まあ、こういったものが揃っている、まあ、全国でも数少ない魅力的な町だと誇りを持っております。 よろししくお願い,いたします本当に東京からも近くな私、はい、今日来たんですけれども、はい、あっという間に、はいはい、ありがとうございま,し,ました、ね、そしてあの黒川さんはここ、大田市に立地されたわけなんですけれども、はい、きっかけというのは何だったんですか、はいはい、あの恥ずかしながらです、ね、大田市の存在も知らなかった <laughs> わけなんですけれども <laughs>、はい、えときっかけはです、ねはい、知り合いの,あの会社さんがあの大田市に、えー、立地を検討されているときにあの、まあ、一緒に出しませんかというふうに声をかけていただいたので。 のがきっかけでして、はい、もともとあの東京の恵比寿にオフィスがあるんですけれども、はい、それ以外のところに。 オフィスを立地すること自体を全く考えていなかったんですけれどもあ<ー>まあお声がけいただいてで私があの大田市は存じ上げなかったんですが,、はい、出,身が出身というか母,母方の実家があの島根県の出雲市でして初めて声をかけていただいたのがあの島根県で、まあ、大田市が出雲市の隣だったので、うん、まあこれも何かのご縁かなということで、うん、あの勢いで大田市を知らずに <laughs> 一度も来たことがないのに立地を決めたというのが経緯でございます。いらしたたことがなかったの、はい 決められた,れ決められたこうきっかけってあったんですす <laughs> そうですねでねもやはりあの、まあ、ご縁だなっていうところで <laughs> あのいろいろ見ていろいろ比べてもあの決めかねるんじゃないかなと思ったのでか,のかなり勢いで決めてしまったというところです。ね実際何年ぐらい前 あ丸 4, 年,4年,前年前ですかね、になりますそうなんですね、昔、はい、の市長、その時こう大田市というのは、どのようなこう、はい、企業誘致というのをされてたんですかそうですね、私が市長になりましてから、うん、特に IT 系の企業の誘致にあの力を入れてまいりました。あの組織としてもですね企業誘致係を設置しまして、あの積極的に、まあ、当時はあの島根県もですね、あのいわゆるそのこういった小さな中山間地域に IT 企業を誘致しようと。 先ほどちょっと私の紹介で申しし上げました私がその産業振興会長として始めた時にはあの企業誘致も進めましたけれども基本的には松江を中心に企業誘致が進んだという経緯がありましてそれが島根県内に全体にこうあの届いていないということであの県としても中山間地域の,あの産業振興のためには IT 系の企業を誘致すべきだということで私自身もあの大田市は高等教育館大学とかそういうものがないものですから どうしても18歳高校出たらやはり都会の方へ皆さん進学で出て行かれてその方々ががる職場そそう多くないでその一つの大きな柱としてやはりその IT 系の企業に誘致することによってそういう若い一回出ていった方々が U ターンする職場を作りたい、まあ、そういう思いで。 IT 系の企業のです、ね、誘致に力を入れてきたといいう経緯がございますうん、まあ、その中で一致されたわけですけれども、黒川さん、当時、やはりあの東京以外でオフィスを構えることが初めてだったので、うん、一番不安だったのは採用で、うん、採用がそもそもできるのかということもそうですし、うんはい、本当にど,どういう方々が <laughs> いらっしゃるのかが全く分からなかったので、うん、その部分が一番不安でしたね。うん まあ実際にこう立地されて1年目っていうのはどんなまあでもあの立地を決めてからあの結構驚くほどトン,トン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 拍子にというかいろいろなことが進んでいったんですけれどもあのまあ先ほど採用面は不安だというふうにお話ししたんですけどそれ以外についてはもう本当にあの県職員の方市職員の方があの ててものすごくく段取りよく進めていただいてなんか我々が伴奏いた頂いているというよりはむしろ我々が伴奏しているぐらいの,あの形であの言われた通りにいろいろなことを進めれば何かこう気づいたらもうあっという間に解消ができていてその流れの中で採用もとんとん拍子にあの初期で3名の,あの非常に優秀なメンバーに出会えたのでなんか気づくともう出すって決めてから解消して。 あの走り出すまではすべてがこうとても順調に<ー> <laughs> こちらが何もはっきり言って何もしてたり何も思い悩まなくても進んでいったとっいうような感じでしたね<ー>、はい、市長、これはどういういことなんですかいやあの先ほどちょっと黒川社長が言われましたように 1>, <laughs>、はい、あの1回も来られたことがないのに進出を決められたという、うん、これがま,あまず私にとってのもも大変な驚き <laughs> でした。だから比較私とその 当時の岡本さん今会長さんと黒川さんとお会いしたのは進出した後ですから今先ほど言ってました企業誘致のです、ね、スタッフがあの本当にそういう意味では一生懸命あの要望に応えるように、うん、あのやってまいりましたしそれからあの私どのものはですねあのどういう人材が欲しいのかとお聞きして、はい、その例えば あの大学の出身が欲しいとかあるいは高校の出身でもいいとかあるいは社会人の方がいいとか、まあ、いろんなご要望に全てあのお答えをしていくようにしておりますのであの学校にも、まあ、一旦当社の方と一緒に出かけていってあの入社を促すとかです、ねまあ、そういったことはこれまでもしてまいりましたので。うん トレンダーさんが進出される時にですねまあほにすごく時間短かったもんですから本当採用面ではの <laughs> 多分のご不安だったと思ってるんですけどもあの特にですねあの実はあの。 市役所の職員の,、うん、あの知り合いに声かけるとかですね <laughs>、えー、もうあらゆる手段をですね <laughs> 取りまして都庁の,、はい、のメンバーをまあかあ,の、まあ、ある意味の採用していただくことができたかなというふうに思って、はいまあ、いわゆる、まあまあ、我々はよく伴走型企業さんの,の,あの活動に寄り添っていくというのはよく伴走型の支援というのを、まあ、行政は言葉として使いますけども、はい、まさにそういう形で、まあうん、一緒になって二人三脚で。 あの進めてきたというふうに私は思っています。で、こう考えている方だったりとか、これからちょっとね実施してみようかなっていう方にとってはちょっと安心な目にはなりますよね。はい、ご要望には。<laughs> すべて答えるというスタンスでやっております。はい。<laughs> はい、あの黒川さんはこうま四、あ、年経ったわけですけれども、はい、その時点で採用というのはどれぐらいの人数されたんですか。そうですね。今はえっ、ー、と初期は三名だったんですけれども、はい、今十八名まではい<名>増やすことができました。へえ。その割合といいますか、女性男性っていうのはどう,いうの。えっと全員女性です。うん、はい、えー。っていうのは。 何かこう女性採用されるのに特別なことなどされたんです。かそうですね。あのまあ弊社があの女性社員がもともと多い会社っていうまあ事業のあの特徴。特徴でもあるんですけれども、うんはい、あの特に女性を採用しようとしていたわけではないんですが、まあ結果的に全員女性だったという感じですね。はい、なんかあれですよね。採用に関して何かこう。市や県でもこう支援してくれる。制度もあるんです。かねそうですね。 あのジョ,、まあ、ジョブまあジョブカブ支援というまあ、うん、あの定住財団があのしているクラシマネットというですね、はい、無料であの求人をしておりますので、うん、まあそれに加えましてまあ市でも独自のあの支援をさせていただいておりますあの無料でこう求人に載せられるっていうのは、はい、どういうものなんでしょうかまあ普通の民間のサイトは有料なんですけれども、うん、まあこの普段と島根定住財団というのはあの県が設置した財団でありますので、うん、あのすべてあの 県内の企業さんについてはみんな無料でサイトに掲載することができるようになっております。これをあの黒川さんもご利用されて採用に至った、はい、っいうことの,う、ね、の通りです、ね、この倉ラネットについてもなんかいろいろと詳しく教えていただいてもよろしいですか？うん、まあまあ先ほど申し上げますよう、ね、に、まあはい、あの安心あの。 県が設置した財団でございますので、うん、本当にあの企業の皆様には安心してですね信頼してあの使っていただけるサイトになっておりますので、はい、ぜひあのご利用いただければなというふうに思いま,す、はい、でまたなんかこう市役所の方でも全体獲得の支援をされている、はい、そうですね、まあ、先ほど申し上げましたように1回出ていった子たちあるいは i ターンであの来ていただく方々に対していろんな制度をやってますけどまず U ターンの促進するセタクトて実は25歳の同窓会というのを。 やっております。これはですね、あの、はい、データを取りますと、少しずつ25歳というのがですね、一回18歳出ていきます。うん、それが25歳を機,機に少しずつ返ってくるというトレンドがあります。<ー>その25歳にターゲットを与えてあの。うん 年末にですね、あの、うん、同窓会をやっております。まあこれもあの市があの段取りをしてですね、<ー>やってる。まあそこであのいろんなあの市が持っている求人情報の中もそこで提供していく。はい、同窓会でワイワイガヤガヤやるんですけど、そこにまた情報を少し流していくということで、<laughs> U ターンを促進するという、うん、まあそういう、うんはい、一つの人材獲得の手段として今打ち続けてやっております。はい。それからあの合同企業説明会などもやっておりますけども、実はあのこれも 今年度になってから始めましたけれども、はい、学生、今、大田市出身の学生にですね大田学生アンバサダーとなっていただいてその方々のいろんなアイディアをあのやったり一緒になって共同でですねあの企業説明会をやったりと、まあ、そういった取り組みをしておりますしで、うん、大田市自身がですね無料食害紹介所になっておりますのでわれわれはあっせんもできると<ー>ああいうことになっております。はい、まあそれからあの 県との助成金で,です、ね、あの企業のサポートを立地をサポートさせていただいておりまして制度的に見ますとあの雇用に対する助成金がです、ね、あの新規雇用に対して1人180万円、うん、だからオフィスの賃料も最大8年間は無料<ー>から通信回線、まあ、特に IT 系の企業さんは通信回線をお使いになります、ね、これも8年間市としては50%半額補助をするというようなことで非常にの非常に 全国的に見てもですね、充実した女性制度になっております。ま、うん、あの子給にはですね要件などがありますので、まあ詳しくはまた、はい、あのご興味があればですね担当までお問い合わせいただきたいなと思います、はい。はい、ぜひお問い合わせいただければと思いますが、まあだからこうコストゼロで人材を獲得できる、はい、ということなんですね。うん、あの黒川さんはやっぱり東京のオフィスとまあシマネットで行き来されていると思うんですけれども、はい、採用について東京と違うなと思う面で。 ありますかそうですねやはりあの東京ですと今、まあ、非常に採用倍率が高いというか、はい、なかなかあの優秀な人材獲得するのが難しくなっていまして、まあ、基本的に紹介会社さん経由で、まあ、ある程度のコストをかけて、はい、あの採用しているんですけれども島根ですとあの今ご説明いただいたようないろいろな手厚い制度がありますので、まあ、非常にあのスムーズにというか。うんあの かなり少ないコストで採用することができているかなと思います。うん、じこれ人材獲得に関しても伴走してもらえるというか、ね、そうですね。その部分も安心な部分があるんですね。はい、あのやっぱりこう梶野市長、そのまあ人材獲得っていうのは結構難しいとは思うんですけれども、はいえー、秘訣っていうのはあるんですか。まあ秘訣というのはあまりないですけれども、はい、あの実はまあ大田市、その3万2千人の小さな都市ですから、うん、いきなり100人の雇用を 作りたいっていうしあの企業のニーズにはなかなかお答えしづらいですけども黒川社長のトレンダーさんみたいに例えば2人だとか3人だとか少しスモールスタートをしていただいて、うんはい、毎年着実に少しずつ増やしていくという企業さんにとってみればその部分に対しては我々はその先ほど言いましたらいろんなあのツールを使いながら、うん、あのサポートをしてまいりますのであの、まあ、そういう意味では私どもにとっては本当にありがたいトレンダーさんなんかあの,あの本当にありがたい企業さんだというふうに、まあ 思ってておりまして、まあ、現在、IT 系の企業が市内に4社ございますけれども今、全体で38人ですかね、はい、あの雇用をあの拡大していただいておりますけれども実はそのうちですね女性が33人と。<laughs> えー 9割,9割が女性ということであの本当に女性のですね特にあ,のある意味、高学歴大学とか出た方々の,あの雇用の場というのが少し少ないんです特に女性向きのですねそういう意味で我々にとっては本当にこの IT 系の企業の皆様の,あの雇用というのは本当にありがたいというふうに思っておりまして今後もですねあのこういう形であのぜひともあの進出いただいてですね雇用拡大していただければなというふうに思っております。 うん、黒川さん、そのトレンダーズさんも、はいまあ、女性が採用されたということなんですけれども、はい、なぜこう女性が多くなったのか。 そうですねあの島根だけではなく私たちの会社が、まあ、そもそもあの女性の比率が非常に高い会社なんですけれどもあの、まあ、そうなっている背景としましては私たちの事業内容がの企業様のマーケティング SNS のマーケティングのご支援なんですけれども、うん、その中でもあの美容に特化をしていまして、はい、化粧品メーカー様の SNS SNS のマーケティンングののご支援の授業をメインでやっていますそうするとやはり化粧品が好きなのは女性が多いですし、うん、あとは SNS もあの、まあ、比較的女性の方が、はい、あの好きな方が多いので、まあ、化粧品と SNS の仕事というところであの、まあ、女性の方が比較的活躍しやすかったり女性の方の方が興味を持っていただきやすいというところで事業そのものがこう女性向きになっている部分もあるのかなと思います。うん、うん ちなみにコーは東京都島根で女性採用されてますけれども、何かこう違いってありますか。はい、そうですね、あの、まあ、基本的には化粧品とか S. N. S. に興味があるっていうところにおいて。まあ、東京都島根にそんなに変わりはないかなと思います。あの、まあ、もともとその採用を少しまあ、不安だった時も、どういう方々が。あの、いらっしゃるのかなと思ってたんですけれども、まあ、なんとなくイメージで、こう、真面目で保守的な。 あの方が多いのかなと思っていたんですが、まあ、真面目というところはイメージ通りで本当に皆さん真面目にコツコツやっていただく方が多いです。うん、一方で保守的っていうのはちょっと違くて、はい、まあ意外とというか結構新しいことに積極的にチャレンジしてくれる方ばかりなので、うん、あのそこはちょっと意外な側面だったかなと思っています。うんはい、結構チャレンジ精神という、はい、こう場があればっていうところがあるんですかね。はい、あのちなみにこう黒川さんの会社にも主婦の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、育児、はい の兼ね合いとか福利厚生そういう部分ってどのようにされていらっしゃいますかそうですねあの先ほどお話したように私たちの会社があの非常に女性社員比率が高い会社ですので、はい、あのまあ特別 なことというよりはむしろもうあのやらざるを得ないという形でいろいろな対応をしていますあのこちらにあります通り女性社員比率が全社で東京都市マンに合わせてあの87%で管理職比率も87%になっています産休育休からあの復職する社員がもう100%ということであのまあ全員戻ってきてくれているような状況なんですけれどもあの特別に何かをするというよりはやはりその 女性のライフステージに寄り添う時にあの一つ一つのご家庭ならではの環境があると思っていまして。そのまあ あの子どもが生まれる前のような働き方ができるもしくはそれを望む社員もいればあの少しなかなか環境的にも育児あの,の方を優先したいというような社員もいますしあのどちらの働き方もできるようにあの特別な制度というよりは一人一人に寄り添ってあの長く活躍し続けられるような環境を整備しているというところかなと思っています。 それは本当に女性にとってはすごいありがたい仕組みだなとは思うんですけれども、まあ、あの黒川さんにとってこ女性が働きやすい会社ってどんな形だと思われますすか、はい、そうですねあの一般的にはその制度が整っているということなのかもしれないんですけど、うん、まあ私の考えはあま少し違くて。はい、まあ基本的には 女性が活躍しやすいけど男性は活躍できる会社だとあまり意味がないのかなと思っているので <laughs>、はい、あの女性だから男性だからではなくて一人一人がそのライフステージだったりその人の個性や感性を生かしながらあの一人一人が活躍できるあの個性が輝く会社っていうのが女性が活躍できる環境なんじゃないかなと私は思っています。 お話伺ってどうですか、はい、本当に素晴らしいなというふうに思います、うん、まあ実はあの大田市でも、ですね実は男性の育休の取得率が非常に低いというまあ全国的にも大題になりますが実はどうも今年度はですねあの大田市役所はほぼ100%の男性職員がですね育休をまあ期間はねいろいろ長短がありますけど取るような状況になるような。 気がしてましててまですね、まあ、私も師匠になってからの男,子男性職員に「大変なんだからあなたもき一回経験してみなさい」という形であの随分後押しをしてきましたけどそれがだんだん定着してですね今取るのが当たり前という雰囲気が出てきたのはすごく嬉しいんですけども、うん、まあいずれにしてもその女性だとかの男性じゃなくてだけだということではなくてやっぱり子育ての世帯がですねやっぱり働く 安いそういう職場を作っていくのはこれからは絶対必要だとこれはあの行政だろうが民間だろうが一緒だというふうに思っているところですけども一方であの小田みたいな田舎はですは実はここの出身地であればおじいちゃんおばあちゃんがいてですねまあ家族ぐるみで,のでありますしそれから地域,で地域が子育てを支えるという面も実はあってそういう意味では子育てしやすい環境にはあるのではないかなと。 岩見銀山がある大森町大田市大森町という地域なんですけどもここではですね本当に子育て環境が非常に整ってましてもうあのお母さん方のネットワークができてるんで行政に頼らなくてもあのこ,のこの地域だけで子育てが完結できるまあそういうような環境を整えて。 おられるのがすごいことでございまして、まあこれはあの NHK のですねイ、e、ーテレの子育てマッチ相手岩見銀山物語ということで、あの全国放送されてますので、またご興味のある方はこれを見ていただくと、本当にあの都会でこのこあの子育てと仕事の両立に悩んでられる方もこちらに来てですね、あの本当に生き生きとあの働き子育てをし支えるあの方々もおられるということをお分かりいただけると思いますので、ぜひご覧いただければと NHK の宣伝するわけでございます。<laughs> でもね、地域で支えてくださるとこう、はい、働きたいなと思っていてもちなみにここ黒川さんあの、はい、女性が活躍促進していくためにも必要な、まあ、経営者にとって必要なことってどんなことだと 思われますすかそうですねやはりこれからのこう人口減少社会において、はい、女性の活用っていうのは本当にどの企業にとっても不可欠になってくると思いますしその中でもまあ私も今回このまあ大田市に立地をさせていただいて18名の優秀なまあ女性たちと出会うことができてすごく感じたのは、まあ、きっといろんなところにこういう優秀な女性たちが いるんだろうなってそれがおそらくまあ東京よりも地方の方がもしかしたらまあ眠ってるという言い方が適切かどうかわからないんですけれどもそういう 実はその機会を求めている女性がたくさんいるんじゃないかなと思った時きに、まあ、そういう経営者としてという意味ではそういうところにもっと目を向けていくということも重要なななんじゃいいかなと思いますうもう本当に女性としてはそういう経営者がいてくれるとすごくありがたいなという気持ちでお話を伺ってまいりましたここまでオフィスの増設の経緯だったりとか女性人材などにたくさんお話を伺ってまいりましたが最後に市長 ご覧いただいている企業の皆様に一言いただけますか。はい、あの、まあ、実際に来ていただかないと、本当、あの、大田市がどういうところかって、なかなかイメージ湧きにくいかもしれませんけども。うん、先ほどお話もしていますように、本当自然が豊かな環境です。で、何よりもですね。あの、職場と、それから住んでいるところが近い。はい。だから、その通勤のストレスはほとんどないというふうに。 あの言っても過言ではないと思いますし、だからアフターファイブであのあのアウトドアが好きな方にとってもですね、山も川もそしてあの海もございますので、あの非常に私どもとしては住む環境としては素晴らしいところじゃないかというふうに思っております。から文化、あの芸術、まあそういった面でもですね、あの皆さん方のあのご満足いただけの環境を整えておるつもりございます。でもこれからまあそれからあの重ねてでございますけども、あの企業 リッチをしていただく方々にとりましては利用しやすいあるいはその手厚い助成制度も用意しておりますので企業の皆様のコストを削減しながら需要を拡大していただける環境を整えておりますので是非ともそれから島根県とですね市町村は非常に近い関係にございますので一緒になってサポートさせていただきます。そしてこの銀山大森地区にはですね えー、あの平成令和六年春にですね、うん、サテライトオフィスもあの,あのできる予定になっておりますので、まあぜひともこれも活用されもう、はい、ご検討いただいてですね、ぜひ大田市に立地していただくようにお願いしたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。はい。ここまでカジノ市長、そして黒川さんにお話を伺ってまいりました。カジノ市長黒川さんありがとうございました。ありがとうございました。